自由のマインクラフトパート152。本日もマインクラフトを進めながら雑談をしてまいります。本日も食料を確保するために畑を作ってまいりますが、では前回の動画にいただいたコメントご質問にお答えしてまいりますと、まずですね、ゴルバチョフ元大統領でなければソ連は存続していたと思いますかとご質問いただいておりますが、そうですね、まあ存続は難しいんじゃないかと思われます。多少は延命はされていたのかなと思っておりますけども、まあ現状のロシアによるウクライナ侵攻を見てしまいますと、まああの動きがですね、最後の、まあ、ソ連崩壊の動きだとの指摘もあり、まあ、ここ数日でウクライナがロシアに対してですね、まあ、ほとんど戦略的な勝利といえるような勝利を手にしたとの情報もあり、まあ、今後もウクライナと国際社会が連携して、まあ、こういったソ連、ロシアの脅威を、まあ、完全に世界からですね、取り除いていかなければいけないなと感じております。さらにですね、ベトナムが経済発展した場合、中国のようになるのではないかとご質問いただいておりますが、そうですね、こちらも私もベトナムに旅行に行ったことはございますが、まあ、人口がおよそ1億人の国となっておりまして、まあ、現状は日本など先進国との関係は良好であり、まあ、中国政府のように国内外で問題は引き起こしておりません。まあ、こういった中国政府、中国共産党は経済発展する前から様々な問題を引き起こしておりましたので、まあ、ベトナムが今の中国のようになるとは今のところ考えておりません。さらにですね、実写映画が廃れていった理由として、左がかったイデオロギーがですね、原因なんじゃないかとのご質問いただいておりますが、まあそうですね、まあそういった偏った映画もございます。まあ、数日前に安倍元首相銃撃事件の映画化で批判が出ておりましたが、まあ、実写映画が廃れていっているのは、まあ、つまらないというのも原因ですし、まあ、予算の問題もあるのかなと思っております。今の映画、まあ、海外の映画ですと、まあ、予算が、まあ、大体ですね、100億円くらいとなっておりますが、日本の映画の場合、有名作品でも数億円程度となっておりまして、もう同じ予算であれば、アニメーション映画の方が、まあ、表現力がございますので、映画を作る際に、実写映画とアニメ映画で同じものを作れば、まあ、多分ですね、アニメ映画の方が評価が高くなるんじゃないかと思われます。まあ、漫画などですね、実写映画化しようとすると批判が出るのは、まあ、こういったことが原因なのかなとも思っておりますが、さらに、文化人放送局に関してでございますけども、まあ、こちらのアンケートについてご質問いただいておりますが、まあ、この文化人放送局の放送内容、配信内容に関しては私は確認しておりませんけども、アンケートに関しては、まあ、簡単に先ほど確認いたしまして、まあ、確かにですね、一つ一つの選択肢に、まあ、情報を入れすぎだなと感じてしまいます。私であれば、選択肢の内容も設問に含めて、まあ、回答ははい、いえ、思う、思わない程度にしますかね。こんなところでしょうか。
さらに岸田首相に対する批判に関してでございますが、まあ、こちらその前任者の評価が高すぎたというのもあるのかなと思われますけども、総理大臣就任から1年近く経っておりますが、まあ、現状岸田首相も防衛力の強化や原発の建設などで動き始めており、まあ、こちら日本として大きな政策転換となりますので、まあ、こういった点に関しては評価されてもいいんじゃないかと思われます。この岸田首相、まあ、その前任者の評価というか、安倍元首相のアベノミクスなど、そうですね、まあ、インパクトのある大きな政策というのが、まあ、これまではなかったため、まあ、なかなかですね、その評価されづらい面があったり、安倍元首相の場合は、まあ、悪夢の民主党政権の後の政権ということで、そういった政策の効果もあり、かなりのインパクトがございましたが、まあ、この岸田首相というか、まあ菅前首相もそうでしたが、まあ、基本的に安倍政権の政策をまあ継承する形になっておりまして、まあ、これまでは国民の皆様に分かりやすいですね、成果が挙げられていなかったため、まあ、今後、暴力の強化ですとか、原発の建設、再稼働が評価につながっていくのか、注目をしております。さらにですね、安倍元首相の献花に関してでございますが、自民党のですね、献花には出向いておりません。現状はデジタル献花のみとなっておりますので、可能であれば国葬の一般献花に参加したいと思っております。さらにですね、国民民主党の憲法改正案に関して、どの点が非現実的だと思いますかとご質問いただいておりますが、そうですね、こちら、まあ、憲法改正について主張しただけでも立憲民主党などのおかしな野党よりかは、マシだと思いますけども、まあ、2年ほど前にお話しさせていただいた内容とほぼ同じになってしまうかなと思われますが、まずですね、憲法改正案に総理大臣の衆議院の解散権を制約するといった内容が含まれてしまっておりまして、まあ、こちらは明らかにその国民民主党というか野党の皆様の通り党略で入れられるような項目になってしまっておりますので、まあ、国民の意見をですね、政治に反映させる、まあ、究極の世論調査である国政選挙を制限する形になるですね、憲法改正はやめた方がいいんじゃないかと思っております。さらに、憲法9条に関しても、国民民主党は、自衛権の行使の範囲を明確化すると主張してしまっておりまして、まあ、こちら、要するに、自衛権の行使に関して、まあ、制約をですね、設けるという形になってしまいますので、まあ、制約を設けてしまった場合、その、制約をですね、つく形で、ならず者国家の中国なり、ロシアなり、北朝鮮が、日本に対し攻撃を仕掛けてくる恐れが出てしまいますので、まあ、この憲法改正に関しては、国民民主党のですね、憲法改正案に関しては、複数の点で問題があると思っております。最後にですね、思想自体は左寄りだが、いわゆる左翼ではないと思う人はいますかとご質問いただいておりますが、そうですね。まあ、政治家であれば、河野太郎大臣といったところでしょうかね。さて、今、マインクラフトにおいてはですね、ちょっとこの手持ちのアイテムがいっぱいになってしまいましたので、とりあえずこの
箱を作ってチェストを作ってですね、手持ちの整理を行っておりますが、まあ、あとは当面の間この食料確保でこの時点にとどまることになりますので、まあ、簡単に掘った手小屋というか東屋程度でも建物を建てようかなと準備をしておりますが、まあこのマインクラフト、今パッチというかその機能追加とかどうなってるんですかね、あまりもう終えていないんですが、私は相変わらず大昔からある Java 版というもので Minecraft をプレイしておりますけども、今多分ですねこの Java 版よりも安定性が高いだろう新しいものも出ているようでございますが、どれくらいの木材がいりますかね。まあ、とりあえず、屋根が作れればいいかなくらいで、まあ、建物に関しては考えてるんですけども、まあ、とりあえず布団に入りますかね。布団というかベッドに入りますかね。皆様、中秋の名月はご覧になりましたでしょうか。私は、本当はですね、お月見団子とかを用意しようかなと思っていたんですけども、ちょっと時間が取れず、月を見て、まあ、とりあえず写真に収めたぐらいで終わってしまいましたが、今年の中秋の名月は、満月でしたかね。まあ、満月ということになっておりまして、満月の中秋の名月は、次は2030年でしたかね。結構先になってしまうということで、少し空を見上げて、まあ、月を見ておりましたけども、さあ、この屋根をとりあえず作ろうとしておりますが、どれくらいの、まあ、高さはこれくらいあればいいんですかね。このマインクラフトの仕様として太陽の光がないと植物がこういった小麦などが育たないという、まあ、仕様があった気がするので、ここに屋根を作ろうとすると、屋根の限界はここまでということになるんですかね。まあ一応ガラスで作ってしまえば問題ないんでしょうが、まあそんな贅沢なことは現状できませんので、まあ、とりあえずごく簡単に屋根を作っておりますが、ここもちゃんとこの屋根を作るのであれば、屋根のですね、この上の部分もしっかりと松明を設置して湧き潰しをしておかないと、敵がですねいきなりこの屋根から落ちてくるという事態に陥りますので、ちょっと注意しなければいけないんですが、ちょっとこの拠点のすぐ隣に大穴が開いてるというのも困りますね。さっきから何
回も下に落ちてしまっておりまして、まあ、とりあえず今回はこの手持ちの木材を設置し終えたら終わりにいたしますかね。まあ、この屋根も階段状のブロックを使った方が見栄えも良くなるのかなと思いますが、まあ、とりあえず本当に東屋ということで雨をしのげる形で制作を進めてまいります。では今回はこれくらいにいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。